ジョーギャウはアメリカ合衆国出身の同国代表サッカー選手。FC シンシナティ所属。ポジションは MF。2010から11シーズンにドイツに渡航し、TSG1899 ホッフェンハイムと契約を結んだ。2012年8月にブンデスリーガの FC ザンクトパウリに延長オプション付きのレンタルで加入。2014年6月、 ボルシアドルトムントのリザーブチームに加入。2017年1月、3、リーガの SG ゾネンホフグロースアスパッハに移籍。2018年5月、MSV デュースブルクに移籍。2019年8月8日、メジャーリーグサッカーの FC シンシナティに加入。U-15,U-17,U-20、U-23 の各レベルで、 アメリカ合衆国代表としてプレーしている。2012年3月、オリンピック予選の試合のために U-23 アメリカ合衆国代表チームに招集された。2012年11月、フル代表に招集された。2014年9月3日、チェコ代表との親善試合でフル代表初キャップ。フロリダ州タンパで生まれ、メリーランド州シルバースプリングで育った。 ジップのフィリップは元、サッカーアメリカ合衆国代表選手で、祖父のジョセフは元、サッカーガーナ代表選手。ありがとうございます。